もうガチで3万円ずつあげるよ。30万円ずつでもいいぞ。えこれでワンバイワン。さあ敵車持ち。さあこれでワンバイワン。ゴー。はい、ということで今回この60人揃ってます。タコとコウテはい、お前たち2人にしてもらう企画は、はい、縛り徒歩縛り。車なしで道行けるか。しょうもない光り方して終わっちゃいそう。言うんじゃねえよお前そんなこと。え、行けるよね。よし。これちなみにあの徒歩だけで勝てるのかって実践した人今までいないですよ。でも、デュオゲリラとかで車がないときってよくあるやん。まあ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 。じゃあ、もうプロ契約を結んでる2人。うん、はい。一応結んでる、一応お前は結んでる。あ、はい。そう、まあプロ契約を結んでるこの2人で、まあ徒歩になったと考えて、で、まあ、はい、1位を取ることができたら、なんかこれからも車なくても全然なんか勝てるんじゃないかって。もう俺らレベルの一般人は車を初動で取れんかった時点でホーム抜けするんですよ。あ、ホーム抜けます。もう勝てないのが分かってるから。でも一個だけチャンスを与えます。はい。お、敵の車を奪うことだけは許可します。おお、良さそうですね。面白い。敵の車を奪うことだけは許可します。本当にいいんすか。うん、俺らみたいな一般人はそれなりに金はあるから車を盗んだりすることだけは得意。敵の車パクっていいんだったら結構車みたいに揃いそう。でもあれだよ、敵を倒して車パクるんダメだよ。あー、そういうこと。そう、そういうこと。当たり前に敵倒して車パクるのは赤に決まってるよ。じゃあもう実質徒歩縛りやん。だから敵を倒すのに敵の車パクるんよ。なあ、あのルパン三世。ルパン三世は人を殺さないから、あの鍵ランクの暴力。簡単に言ったらもう鍵ランクの暴力で敵の車を奪って敵に迷惑をかけましょうってこと。そう、それどういうこと。それそう。無理じゃん。だからもう俺らは実質徒歩芝居で頑張ろうぜって。絶対倒しちゃうもん俺。徒歩芝居な。だから乗ってたらお前降りろよって言って脅しに行ってもらおう車。まあ勝てるやん。とりあえず俺らは今回の作戦ちょっといいですか。どうぞ。作戦名必殺技風に言ってみてこうて。まあ、ヒギ敵の車あり。もうこれ西村さん、校庭中学3年生からな、許しちゃってな。うん、もう普通に何を求めな、もう求めるな俺に。え、今時の中学3年生の必殺技の出だし、ヒギです。かわいい。ヒギマジでなかった。タコちょっとやってみてよ。やめろ。タコは必殺技作るもっちゃうまいね。いや、俺なんか校庭には振られて考えてたけど一切思いつかなかった、ね。じゃあタコ、この試合の立ち回りをね、必殺技風に言ってみて。いいっすか。どうぞ。最終奥義、徒歩だよ。マミさん、これカットで。あえてマジで思いつかなかった。あえて流していいんちゃうこれ。今のこう、他校のレベル を知ってもらうために。あれ、それ俺よりひどいで。中学3年生よりひどい。ミカキンさん、正直これ買ったら賞金1万とか出るっすよね。もちろんやっぱり。え、これ賞金。あ、はい。買ったら1人3万ずつやるよ。やばすぎ。もう俺らタコ分かってるよね、やることは。いない、これもうガチで3万円ずつあげるよ。30万円ずつでもいいぞ。待って、俺今さ、もう普通にもうどんな大会出るよりも今普通にやばい、緊張してる。オッケー、じゃあ勝てたら30万円にしよう。えやばすぎ、マジでやば。ひと月そういうの、いや買っちゃうんすけどいいんすか全然。え、マジでめっちゃしょうもないけど1キルとかで買っちゃうんすよ俺ら。あ、いいよ。最低3キルとかにしようかな。あー、全然キル。全然1人3キルだったら30万円ずつガチでいいよ。あの、校庭はね、動画投稿も頑張ってるし、企業案件も頑張ってるし、で、タコは積極的に連絡してくるし、真面目だし。じゃあ冬のボーナス、これリスナーさんガチであげます。もうあげなかったら訴えてください、2人とも俺を。さあ
やばい、マジでちょっと俺今普通にさ、もうやばい、もう動画テンションとか無理。30万はやばい。めっちゃにやけてるやん。他のあのサボりメンバーとか連絡してこないメンバーとか動画投稿しないメンバーとかあいつらに内緒にしようぜ。これどうせこの動画見ないと思うから。 OK っす。もうあの無言で。でも一個あれしてみようか、テストしてみようか。もしかしたらこの動画見てる可能性あるやん。確かに、うん、この動画見ててね、この動画投稿した日付回る前に俺のほんわかの DM にこのメンバーから動画見ましたって言ってくれたら、まあ1万円ずつぐらいあげようかな。やばやば、太っ腹やん。もうやば。 あとリスレさん、まあちょうど時間あるんで余談なんですけど、あの3月からね、あの東京の神楽坂であの日本料理店をね、専属シェフの杉ちゃんがあの出します。でそこでね、いろいろ募集したんですよ。ホールとかキッチンのスタッフとか厨房のスタッフさんとか料理人の人とか、まあ募集でね、応募が200人近く来まして、そうで面接してって、まあ、かなりいいってスギちゃんも言ってたんで、ちょっと超期待ですね。それは期待っすね。そう、まあコースもね、夜でちょっと高級なコースなんですけど、でも一人当たりだいたい9000、1万円ぐらいで行けるようなコースで、まあ、かなり腕に自信のある。僕が正直食通で、安いものから高いものまで全部食ってきてるんで、僕がうまいって言ったらマジでうまいです。でそれこそYouTuber のヒカルさんと夜ね、飲む機会があって、その時にお腹空いたって言ってたからスギちゃん呼んだよ俺で、あるもので、ね、ちょっと簡単に料理してもらって食べてもらったら、あの嘘つけないヒカルさんがむっちゃうまいなって言ってくれたんで、まあ、自信相当ありです。あとリスナーさん、概要欄に多分貼ってると思うんですけど、天才ムカタンチャンネルね、徐々にね投稿してってるんで、実写のチャンネルですね。それがね、まあ数字いいのよ、かなり数字いいんでね、ぜひよかったら見てってください。多分次から次へと投稿していく動画は数字良くなっていくと思うんで、ぜひ見てください。それこそね、いろんな YouTuber の人とか協力するって言ってくれててね、またコラボ出していきます。ちょっとね登録者もね増やしたい。来年中にはねチャンネル登録ね50万いきたいな。何言ったらすごい、100万行きたいな。100万、まあ、でも100万行ったら普通にもう土下座する。言ったからね、はい、リスナーさん崇める。リスナーさん、皇帝に土下座させたいんで、神のよ。ちょっと待って、シャン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 、うばいうばい、マジでやばいぞ、うばい、えだろ俺らの置いてる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 奪えてる奪えてる奪えてる、やばい、絶対奪えないんだけどって人をさず、うわっ、怖っ。もうやばい、終わった、これ無理だ。はい、終わるの、まだ俺ら終わんねえよ。とりあえずね、建物中行かないと無理。俺らでもさ、敵倒してないし、でもゲンさん、これいいっすよね、敵倒してないし。いや、耐久。あ、いいよ。よっしゃ。いや、なしにしようか。リスナーさんどう思う？なしかーい。めっちゃ嬉しそうになった俺のあの感情を返してほしい。これ生放送でもなく動画だけど、多分リスナーさんなしって言った気がした。それじゃ普通の芸だと変わんねえじゃんって言われた気がした。うん、やばいぞ、俺この辺やばい、売り出しちゃおう。これもう、これやるいいのぜ。ヒット1、ナシ。いいね、1枚やった、1枚同一、マリオ、ナイス、強いやん、強いっすよ。これ30万もしかして、マジで30万削ってる。私は入ったんだけど、まあ、車持ってるからってさ、遅く移動すんじゃねえよ。これちょっと行かせようもん、みんなもう行かせ、やっぱ後ろ渡らね、やばっ、あやばい、マリアとか。なぜだよ。やばい、もう終わったんだけど、再生しないじゃん。はい、タコを30万失いました。悲しすぎ。まあでも、皇帝がね、6キルしたらいいよ。あ、わぁ、6キルしたらいい。6キルして1位だったらいいよ。さあ、皇帝選手いけるのか。皇帝選手いけるのか、これ1位。とても厳しい状況です、今。ここからどうね。
いいね。いいよ。じゃあタコ、お前柴田さんの実況しながら。ここでアンチを入ることに成功。残りは16人、もう結構少ないですよ。最終盤に突入しようとしています。クワガタからずっとマラソンをして何メートル歩いたんだこの選手。3300m 走っております。アンチ、アンチ、アンチある、アンチある。さあ、豪勢でしょ、あるぞ、これ。さあ、でも抜いていくのか。さあ、初段ヘッド。さあ、しっかり抜いて、あと10枚。30万円。さあ、ここで超無課金選手。フィッシュじゃない。超無課金さん。8! 60万円が、目の前で、消え去ろうとしています。ここ手間してあるぞ、頑張れ。いけ。ああ、後手選手、元のいた位置に戻りたいが、走っております。やばい、やばい、やばい、30万。ああ、超無課金が、ここで、やばい、ああ、無様だ、やばい、60万、やばい、60万を失いようとしています。やばい、引かれろ、引かれろ、引かれろ。ここで後手選手、そんな引かれるようなね、一番人間じゃない。さあ、ここででも、シャオンが多いが、モップとか高ない。うわ、大丈夫なのか。さあ、この小岩で引かれないようにしっかりと。やばい、おっと、ここでもうやばい、人数は7人になりました。やばい。いやー、ですが、この次のアンチ、とてもね、やばい、遠いですが、あれをいつやるのか。さあ、今はね、生き残してね、やり合わせる作戦ですね、これは。さあ、ここでやり合うのを判断して、ここで漁夫の判断か。さあ、まだやり合わない、なぜだと高手選手も思ってるでしょう。やばい。さあ、これいつ足を返してもおかしくない。さあ、ここでいきなり見て、漁夫は、やばい、やばい、素晴らしい。死ね、死ね、やばい、やばい、ここもしっかりと、やばい、ここでしっかりと弾ける。残り4人。やばい、高手選手、これはやばいんじゃないか。やばい、現状残してしまうぞ。さあ、これ上が2枚だった場合まだあるんですけど、アンチ内側が2枚の場合はね、とても厳しい感じだと。どういう動きをするのか、高低選手見ものです。おっと、ここでまさかの1111、全員1111。これは分かりません。アンチ内にも1人、上に1人の右1人。さあ、敵の位置は全て把握できています、高低選手。ここからどう、おっと、ここでアンチはとても近い。ここで近いって言うの、これで 1v1。 さあ、敵車持ち、さあ、動きます。ゴー、やばすぎる、やばすぎ、やばすぎ、やばくね、これ勝つの。まあ、約束やからな。無課金さん、録画を保護してるんでね。え、いいよ、もう録画とかなしで30万、30万。マジでちょっと待って、待って、30万もめちゃ嬉しいけど、今キャリーしたのマジでめちゃ嬉しいんだけど。マジでうまかった。え、初めて、こんな嬉しいの。いや、マジ、もうめっちゃ嬉しい、マジで一番嬉しい、こうやってて。え、なんで？だってもう、通すよ、俺。車立ってないからね、ずっと。あれで勝つのやばいっすね。え、これ神回、もしかして。これマジの神回。もう今まで上げてきたどの動画よりも神回。あ、じゃあこの動画は皇帝さん本人にも拡散してもらおうかな。いや、もうマジでやばいんだけど。じゃあ皆さん、これが本当に神回かどうか、ね、コメント、そして高評価お願いします。お願いします。じゃあ60万おめでとう。ありがとう。泣いてる子で、マジでやばいんだけど、もうめっちゃ感動してる俺今。
ちょっと行こうか。超チルなラッパー。多分構成させます。アイスピック。いやでも叩きやったら。何を知ってる。